Google 広報部は6日、YouTuber でタレントのフワちゃん、年齢非公表が登場するスマートフォン、Google Pixel の CM 動画を同日に全て非公開にした理由について、スポニチアネックスの取材に回答した。写真、8月6日未明まで閲覧可能だったフワちゃん出演 CM 現在は非公開に、Google は他者を尊重しない行為に関しては厳格なポリシーを有しています。 この度は該当するタレントを起用した Google ピクセルで展開している広告、反則物などの掲載を停止いたしました。契約関係につきましては、今後、Google のポリシーに沿って適切に判断いたしますとコメント。ふわちゃんは2022年10月から同製品の CM に出演。消しゴムマジック編や、編集マジック編、簡単乗り換え編などの数パターンで製品の魅力を PR していた。 5日まで閲覧可能だったフワちゃん出演の CM 動画は6日、非公開に。説明などはなく、利用できない動画は非表示になっていますのテロップが表示された。フワちゃんは4日、お笑い芸人のヤスコが X で2日に投稿した、ヤスコオリンピック生きてるだけで偉いので皆優勝ですとのポストを引用し、抽象的な言葉を投稿。すぐに削除するも、そのスクリーンショットが拡散され、 安子はとっても悲しいと綴るなど、ネット上で大きな騒動になった。これを受け5日、フワちゃんの「オールナイトニッポンゼロ」、ゼロが同日夜の番組休止を発表するなど余波が広がっていた。